液状化で住宅被害が相次いでいる札幌市清田区では避難所に間仕切りが設けられました間仕切りの高さはおよそ2メートルですプライバシーを確保するために紙製のポールに布がかぶせられました清田区の体育館では今も39人が避難を続けています昨日50区画ほどの間仕切りが設けられました あ、意外と落ち着きますよね紙や布で作られた間仕切りは組み立てが簡単でコストも安いことからこれまで東日本大震災や熊本地震の避難所でも利用されました清田区では液状化などで土砂が流れ出し家が傾く被害が相次いでいて避難生活が長期化するのは避けられない見通しです